ただね、そんなお月見団子を食べちゃいけないなんて人がいるそうなんですけれども、皆さんご存知だったでしょうかね。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。かんちゃん住職の書籍、魂見え、開運、そして至極を、ただいま絶賛発売中でございます。これらお求めの方は概要欄をご確認くださいませね。また10月5日土曜日午後2時から東京や目黒のお寺におきまして、私かんちゃん住職が法話会を開催いたします。そのね、法話会に参加募集をね、ただいまかけておりますので、詳しくはね、概要欄をチェックなさってみてくださいませね。またこちらの動画の最後の方にも詳しくね、お話させていただきたいと思いますので、ぜひね、最後までご視聴くださいませね。皆様からのご応募を心よりお待ち申し上げております。9月の行事と言いましてね、これ思い浮かぶのがお彼岸と十五夜ですよね。中秋の名月ということで、十五夜といえばススキを飾ってお月見団子をお供えいたしますよね。そんな景色は風流で、毎年お月様をめでながらいただくあのお月見団子、本当にね、これ格別で私は大好きなんですけれども、皆様もお月見団子を召し上がられますでしょうかね。ぜひね、今年の十五夜にはお月見団子を召し上がっていただきたいと思うんですが、ただね、そんなお月見団子を食べちゃいけないなんて人がいるそうなんですけれども、皆様ご存知だったでしょうかね。これはね、正直私も驚いたんですけれども、この言い伝えは日本最古の書物と謳われるあの古事記にも触れられていることなんですよね。もしね、食べちゃいけないと言われている人がお月見団子を食べてしまいますと、何か思いもよらないことが起こってしまうかもしれないんです。ではなんでお団子を食べちゃいけないのか、その言われが気になりますよね。そこで今回は十五夜にお供えをするあのお月見団子の意味、あるいは満月に秘められた不思議なパワーなどについてお話しさせていただきたいと思っております。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それでは今日もですね、こちら至極を一本炊きましてお話を始めさせていただきたいと思います。では行ってみましょう。そもそも中秋の名月と呼ばれるあの十五夜というのは一体どういう日なんでしょうかね。実は旧暦8月15日のお月様のことを指します。中秋と申しますのは秋の真ん中という意味でね、旧暦では7月から9月が秋にあたりますので、その間8月、しかもその真ん中15日が秋の真ん中にあたりました。そこで15日の夜ということで十五夜、秋の真ん中で拝める満月ということで中秋の名月と呼び習わされて、今日まで言い伝えられてまいりました。中秋の名月は季節の節目にあたり、そんな季節の変わり目にお月様をめでながら、大自然の恵みに感謝をしたり、ご先祖様がつないでいただいたこの命の尊さに改めて思いをいたす、そうやって今を生かされている奇跡のような現実にありがたみをかみしめる、そういう時間を過ごすための風習として全国的に民間行事の一つに定着していったようでございます。またお月様にお芋さんを供える芋名月という別称でも親しめられている地域があったりもいたします。そんなお月見の風習は平安時代に中国の唐から日本に伝わってまいりました。秋晴れに恵まれ、大気が澄んだ季節ですからね、お月様はとても美しく見えるということで、上流階級の人たちを中心に寒月の宴を催すようになったのは、これ始まりのようでございます。それが後に収穫祭として感謝や祈りを捧げる日となって、次第に民間に広がってまいりました。月の満ち欠けが暮らしや農作業に深く関わっていて、月が満ち欠けするその姿から物事の結実に感謝をする日となっていったようでございます。またそんなお月様の満ち欠けが生まれてはなくなる私たちの命を連想させるということから、命をつないでくださった祖霊を偲ぶ日でもございます。収穫したものをお月様にお供えをして、今年の豊作と御前様へ感謝の念を込めまして、お月様を拝んでは祈りを捧げるようになりました。また満月といえば、日本ではね、あのお月様の模様、皆様何に見えますか？日本ではウサギが餅をついている姿に見えると言いますよね。いわゆる月ウサギなんですけれども、この言われにも諸説あるようでございます。その中で一番ポピュラーなお話は、実はね、これ仏教説話から来たお話なんですよね。その仏教説はこうです。ちょっとね、簡略して申し上げますとね、要はお腹を空かせた老人に私を食べてくださいと言って火の中に飛び込み、自分の身を老人に捧げたウサギがいました。そんなウサギを哀れに思った帝釈天という神様が、ウサギを月の中で蘇らせたというお話でございます。ちなみにウサギが餅つきをしておりますのは、老人に食べさせるためだとかね、食べ物に困らないようにといった説話から、月ウサギは慈悲心の象徴、
称として尊ばれてまいりました。中秋の頃、たくさんのお米が取れたということにも由来してね、豊作に感謝するといった思いも込められているのかもしれませんよね。ちなみに海外ではあの満月の模様の表現、その国その国によってこれ実はねまちまちなんですよね。例えば日本と同じく餅をつくうさぎとして見られているのは韓国くらいなものでね、ヨーロッパでは椅子に座ってこの本を読むおばあさんだったりですとかね、大きなハサミのカニとかね、女性の横顔などといって各国での表現を一つずつ上げていけばこれ 2,30 ほど上げられるくらいね、これ本当に諸説ございます。他の国々でもその国ならではの見え方もいろいろあるそうでね、国民性のようなものが現れているからこれ面白いですよね。それだけね、この国が違えどお月様の存在だったりですとか、そうお月様の影響を受けていらっしゃる人が多いとも言えるでしょう。ところでお月様をめでる十五夜というのは1年の中で最もね、この空が澄み渡る頃合いでございます。旧暦の8月15日にあたりお月様に感謝の思いを捧げます。もともと旧暦の8月15日とされておりましたので、15日の夜に浮かぶ月を十五夜と思ってらっしゃる人結構いらっしゃるんじゃないでしょうかね。あるいは十五夜のお月様は綺麗な満月が毎年拝める日なんて思ってらっしゃる方実はね少なくないと思います。ところがですね、実はそうじゃないんですよ。月の満ち欠けを基準としていた旧暦と太陽の動きを基準としているこの新暦とではね、この新年が始まる日も1年の長さもね、これ異なってまいりますので、実際には毎年新暦の9月中旬頃から10月上旬頃の間に旧暦8月15日はやってまいります。つまり十五夜というのはこれ毎年巡ってくる日は違うんですよね。また必ずしもね、十五夜のお天気は良いとは限りませんよね。じゃあ雨天でお月様を拝めないときはどうするのかと申しますと、たとえお月様が雲でこう覆い隠されていてね、私たちの肉眼で見えない場合でも、無月とか雨月としてその風情を楽しめればそれで OK でございます。あとね、このお月見というのは十五夜のみならず十三夜とかね、十日夜の月見もございますよね。旧暦8月15日の十五夜、旧暦9月13日の十三夜、そして旧暦10月10日の10日夜、この3つの月行事を指して三月見と言います。この3回の月見行事を全て行えたとすればね、古来とても縁起がいいとされてまいりました。秋草や虫の声、涼風など秋の風物の佇まいがより一層お月様を演出しているかのようでございます。ちなみに今年の十五夜いつなのかと申しますと、9月の17日、そして満月は翌日の9月18日でございます。新月から満月へ変わるこの月の満ち欠けの周期は約15日という一定ではございませんので、十五夜と満月の日もね、これ例年1日2日程度ずれることがあるんですよね。今年は今日から2日後の17日に十五夜、そして3日後の18日に満月ですからね、皆様お間違いのないように拝みましょうね。お供えするものはお月見団子の他にね、お芋や枝豆、栗やおみきなどをお供えをして、ススキや秋草の花を飾って豊作を祈り、そしてお月様をめでましょう。十五夜のお月様を英語でハーベストムーンといって、作物の収穫を祝うという意味があるそうでございます。やはりね、これ国が違えど同じような思いで世界中の人がお月様を眺めているようでございます。また仏教ではお月様のことを月天子という菩薩として尊称いたします。また太陽は日天子、そして金星のことを明月天子と呼んで、この3つを総称して三光天子と呼び名わされて、空から見守る守護神の代表格とされております。日中の太陽が落ちて夜になりますと、月は星とともに方角や季節の変化の目安となったりですとか、あるいは吉凶を示したり、あるいは天変地異を司る神様としてね、昔から畏敬の念を持って古来崇められてまいりました。現在でもお寺ではお月様に向かって感謝の念を捧げ、気候のバランス、五穀豊穣とかね、あるいは草木の生育などをお祈りいたしております。仏教経典の中では法華経というお経典の第23章にね、薬王菩薩本地本という教えがあるんですけれども、そこでお月様は例え話に登場なされております。さらに日蓮聖院の御遺文主事御振る舞い御書の中にも、明月天子としてお月様が私たちを守護してくださる、そういった存在としてご紹介なさっておられます。あとスピリチュアル的な意味としてもこれいろいろございます。満月は私たちの生活や人生の区切り、体と心の変化に大きく関わっていると言われます。
まず満月というのは満ちる時であり、そしてこれまで頑張ってきた努力を積み重ねてきたものがね、実を結んで結果となって現れるタイミング、そして次へのアクションを決める時として捉えられております。中秋の名月は豊かな収穫の季節の中、そのお月様が満ちるエネルギーもピークに達するタイミングでございますので、感謝と祝福をかみしめる時とされております。また昼と夜の長さがほぼ等しくなる秋のお彼岸を迎える時期と、この中秋の名月が近いということもありましたよね。陰陽のバランスがきれいに取れている調和の時でもあると言えます。そして中秋の名月は秋の季節の始まりを告げます。変化と新しい始まりへの移行を象徴しております。満月のあの明るい光がね、未来を照らして、そして新たなチャンスを指し示してくれるように感じられるかと思います。満月を迎えるとき、お月様は太陽の光を吸収して反射するそのエネルギーが最大になっている状態でございます。お月様が太陽の光を全身に浴びて太陽エネルギーを吸収されることで、奥底に隠れていたものが炙り出されたりですとか、明らかになるといったスピリチュアル的な意味合いがございます。つまり満月が蓄積したものを表面化するタイミングでございますので、心身ともに変化が出やすい時期にもなります。例えばね、これ満月の時に風邪をひいてしまったとしましょう。普通一般的には風邪をひくっていうのは不健康というサインなんですけれども、満月のタイミングだった場合、リセットという意味合いの方がね、これ強くなるものと思います。満月の時というのは次のサイクルが動き出すタイミングでもありますので、新しい物事をスタートさせるために気力体力の充電が必要になります。日頃のこの疲労の蓄積、あるいは免疫力の低下が原因で風邪をひいたとしてもね、これ嫌が応でも休まなきゃいけませんよね。この休んでる時に体に自浄作用が働いて、少しずつ体が正常な状態へ戻そうとしてくれます。そうした一連の作用を経る体調不良をこの満月のタイミングで味わうとしたらね、体がアンバランスな状態を解消しようと頑張ってくれているんだ、そのように捉えていただくのはよろしいかと思います。やたら眠たいなと思ったら、今夜は満月だったみたいなご経験なさったことってございませんでしょうかね。実は満月の時に眠くなるスピリチュアル的な意味合いとしましては、休息と夢なんですね。そういう意味でも満月の時に眠くなるようであれば、無理に頑張ろうとしすぎずにね、素直に睡眠をとるようにしてくださいませね。私たちのこの細胞っていうのはね、これ約28日間でターンオーバーを迎えて、月と同じ周期で、特にこれ女性はね、こう月経が参りますよね。なので28日周期、この満月の時とね、こう出産が多くね、重なると言われております。月と私たちの関係も深いと言われるゆえんがここにもございます。じゃあ逆にね、満月になったら逆にこう頭が冴えてきたなんてね、眠くなくなるという人もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。実はね、私はね、どちらかといえばこちらのタイプなんですけれども、スピリチュアル的には緊張と解放のサインだとされております。月が満月を迎えることで、もともとあるもの、普段は隠れているものにこうスポットライトが当たって表面化するということを意味しております。これはよく例えに出されるイメージの話なんですけれども、風船に空気を入れるとどんどん膨らんでいきますよね。この風船が膨らんでいくところをちょっと皆様ね、イメージしていただけますでしょうかね。どん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 風船に空気が入って膨らんでいって、それが限界にまで達した時、それ以上風船に空気が入りませんので、風船はどうなりますか？当然バーン割れてしまいますよね。その風船の中身というのはね、自分自身でも気づいていなかったストレス、あるいは不安だったりするんだそうでございます。満月の夜に頭が冴えて不眠症のように眠れない状態になっている、その原因が自分でも気づいていなかったこの日頃からのストレスが不安、それが明らかになることで気持ちを整理しやすくなるというわけでございます。満月のエネルギーは私たちの体の細胞レベルにまで働きかけてきて、心の浄化や解放、そして癒しに導かれると言われます。満月のムーンエネルギーを浴びることで、自分の人生で何をしたいのか、そして何を引き寄せたいのか、そういったものをね、人生について考えるきっかけとなる、自分にとって必要な時間を得ることができるわけなんですよね。ただね、ネガティブな言われもございましてね、満月の夜には犯罪率が高くなるんだそうでございます。じゃあ満月の夜に何が多く起こるのか、ちょっと調べてみましたらね、交通事故も多発しているそうでございます。そして犯罪や自死、または出産もそうでございます。引力の関係だとも言われていることがあるんですけれども、まあ、実際のところね、あまり引力とは関係ないようでございます。人は満月を見ると狼男に変身するという話もございますよね。いわゆる満月の夜というのは、人間をね、正常でおられなくしてしまって、人を狂わせて異常行動を多発させてしまうと考えられております。
まあ、その理由の一つに満月の夜は明るいですよね。なので体内時計が狂わされるという説がございます。月明かりでつい夜更かしをして眠りが浅くなれば睡眠不足に陥ってしまいますよね。満足に睡眠が取れていなければ気持ちはイライラしてまいります。それに体内時計が狂うことで倦怠感や食欲不振に陥ったり、ひどいものになればうつ症状を引き起こす原因にもなり得ます。そうなれば人と喧嘩も起こりやすくなるでしょう。実のところ満月の夜に事件事故が多いという話にはね、これね、なんか確証はないそうですよ。統計をちゃんと取ってみたらね、なんとなく多い気がするなというね、そういった印象的な言われなんだそうでございます。満月のムーンエネルギーが私たちのストレスを解消してね、心を癒してくれる可能性はあるとは思うんですけれども、月が人を狂わすほどのネガティブなエネルギーを発しているというのはね、ちょっと考え方が飛躍しすぎているように感じます。太陽と月、これは地球になくてはならない天体でございます。自分が受け取るムーンパワーには自分に対しての何らかのメッセージが隠されているかもしれませんので、ちょっとね、意識的になってね、そのムーンエネルギーを吸収するようになさったらよろしいかもしれませんよ。さて、十五夜のお月見団子のお話に戻りたいと思います。十五夜の日にお団子を備える習慣が定着したというのは江戸時代からのようでございます。十五夜がお米や穀物の収穫時期に重なっておりましたので、そのお米の粉で月に見立てて作ったお団子をお供えして、今年もお米が無事に収穫できたことに感謝し、来年の豊作を祈願されていました。この風習が始まった当時ね、お月様は月読みの御事と呼ばれる農耕の神様として、私たち民間からね、信仰の対象として崇められておりました。収穫したお米の粉で作ったお団子をピラミッド型に積み上げていくのにはね、最上部を天界に向けることで、お供えをしたお月見団子を通して収穫ができたことの感謝ね、そして来年の豊作に向けてのご祈願の気持ちを満月のお月様にまで届かせようというね、そういった気持ちは込められてのことでございました。そのお供えしたお月見団子を下げてきては家族のみんなでいただくことで、そのお月様のムーンパワーを分けてもらい、健康と幸せを得ることができると信じられて、ありがたくいただいていたようでございます。そんな感謝をしていただくお月見団子なんですけれども、中には食べちゃいけない人もおられたようなんでございます。それではお月見団子を食べちゃいけないと言われている人は一体誰なのか、また食べちゃダメと言われるようになった言われについてご紹介してまいりたいと思います。では、あの美味しいお月見団子を食べちゃいけない人の発表でございます。ダカ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 ダじゃん。実は嫁入り前の女性だったんです。嫁入り前の娘はお月見団子を食べちゃいけませんよとされております。満月の周期と女性の周期、これ先ほどもちょっと触れましたけれども、約28日間というね、この同じ周期で重なるからとも言われております。豊穣なのは農作物だけではなくて、女性の妊娠や出産にも関連しております。月は満ちるとまん丸になって、しかも黄金に輝いております。月が欠け始めてその姿を消したとしてもね、時とともにまた満ちてまいります。そんな月の性質に古代の日本人というのは豊穣性を見ておりました。満月が豊穣の日というのは女性の排卵の日という連想からね、嫁入り前の女性が妊娠するのは大問題ですということで、十五夜の聖なる夜は意味慎むべきだということをほのめかす意味で伝えられてきたというのは本当のところだそうでございます。今でこそね、この授かり婚っていうのはこれ珍しくなくなりましたけれども、時代が違えば違うもんでね、昔はこれ大変な問題だったんだろうと思います。満月はいろんな豊かさを連想させる丸いものですからね、子宝は当然喜ばしいものではあるんですけれども、でもやっぱりね、これ嫁入り前に妊娠するのはこれ大問題だったんだろうと思います。もちろん全ての女性が満月の夜に排卵を迎えるわけではないんでしょうけれども、月の周期は約28日、あるいは 29.5 日といってね、女性のバイオリズムと大体合っております。古事記の一節に大和武尊尊と尾張の宮津姫が初夜を迎えた時のエピソードが出てまいります。大和武尊尊は宮津姫の衣服の裾に月の触りという名のね、まあ、今でいうところの月経でございます。生理の血が衣服についていることに気がついて、大和武尊尊は歌を詠みました。サネムとは我は思いの長けせる、おすひの裾に月立ちにけり。つまり今夜は抱き合おうと思っていたのに生理が来てしまってそれも叶わないと読みました。すると宮津姫は、君待ち方に我が消せる、おすひの袖に月たたなむよとね、これはつまり待ち遠しかったんです、
待ちきれず生理が来てしまいましたけれども、私は構いませんよ、その上着の裾に月も出てしまいましたと歌い返したと書かれております。まさか日本最古の書物と歌われる古事記の中にね、こんな赤裸々な話が紹介されているなんて誰もつゆも思いませんよね。少し驚いてしまいますよね。古事記には女性の生理を月が経ったと表現しておりましてね、満月と排卵が関係していることが伺えます。そしてお月見団子を食べちゃいけませんよというタブーは、嫁入り前の女性が満月の夜に性行為を避けるべきだと解釈されているからということになります。古代日本人は月を豊作や新たな命の誕生を祈る対象として見ておられましてね、満月は豊穣の象徴であり子宝を願う行事とされていたということでございます。それだけ昔の人っていうのはお月様への信仰を持っておられてね、女性の懐妊を、お月様に願っていたということが伺い知ることができます。お月見団子は男性は食べてもいいけれど女性は手をつけるなと言われる由因がここにあるということでございます。お月見のお供え物を食べると懐妊すると言われるようになった理由に、お月様とお団子のあの丸い形が妊娠を連想させるからという言われもございます。赤ちゃんも丸い、妊婦さんもお腹も丸い、まあ、いずれにいたしましても妊娠を連想させる丸いお月見団子でございます。じゃあお月見のお供え物を食べると妊娠するなんてことを言われているんだとすれば、逆に子宝に恵まれたい女性はどんどん召し上がってもいいということになりますよね。実際結婚したのに望んでも子宝になかなか恵まれないなんてご夫婦もいらっしゃいます。日本各地の村々では昭和30年頃までね、小正月の晩に妊活を行っていたという言い伝えもございます。何やらね、早く子供を産みなさいよという歌のようなものを歌いながら妊婦のお尻を叩くという行事的なものがね、これあったんだそうでございます。女性側からすればね、これ虐待に近い行為ではありますけれども、そのくらいね、これお月様と女性の豊穣性を重ね合わせていたということなんだろうと思います。間もなく迎える十五夜にはお月様にこれまで以上に意識を向けられてね、農作物のその豊作から新しい命の誕生までを祈りながら、家族や恋人などね、あなたの大切な人と共に月を眺めてムーンパワーを吸収していただきたいと思います。今年2024年の十五夜は2日後の9月17日、そして満月は9月18日でございます。ぜひね、特別な満月をね、めでていただければ幸いでございます。はい、ということで今回の話は参考になったよと思われるそこのあなた、ぜひねチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。またコメント欄へは皆様のご感想とか、あるいはね、この十五夜に関するエピソードなんかございましたらね、ぜひね、シェアしていただいたら幸いでございます。あと個人的にご相談やご祈祷などのご希望の方は、新庄寺のホームページお悩み相談という項目からメッセージを送っていただければ幸いでございます。また来たる10月5日土曜日午後2時からね、4時まで、私かんちゃん住職が東京に参ります。そして東京は目黒のお寺様龍源寺様を会場にしまして、魂の震える法話会を開催させていただきたいと思っております。今ね、その参加者をね、これ募集しております。座席数がね、100ほどしかございませんで、もうすでにね、もう半分以上も売れておりますので、あと残りね、30数席、あるいは今この投稿する時点でどんだけ残ってるかね、ちょっとわかりませんけれども、一応ね、問い合わせていただきたいと思います。そこね、200席ぐらい入るそうなんですけれども、まあ、ゆったり座っていただくって意味で100席1脚ずつね、余裕を持ってね、並べさせていただこうと思っております。もしよろしかったら皆様ね、10月5日土曜日午後2時から4時までの2時間、東京は目黒にあります龍源寺様において、かんちゃん住職の魂が震える法話会を開催させていただきたいと思います。詳しくはね、概要欄に貼っておりますので、そちらからね、チェックしていただければ幸いでございます。まだ魂宮開運と守護庫、こちらのね、ご注文も詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひねチェックなさってみてくださいませね。はい、それでは本日もこちら手の鬼の響きを持ってね、皆様とお別れさせていただきたいと思います。 10.5 の目黒にもね、こちら手の鬼をね、持参してまいりたいと思っております。ではね、今日もこちらの音色を聞きながら、2日後の十五夜に心を向けてね、心を整えていただきたいと思います。では参ります。
それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。